マリサ、なんだなんだ、霊夢。新しいステップワゴンって見かける？ステップワゴンよりノアボクシーの方がよく見かけるな。私もそう思うの。そこで、私いいアイデアを思いついたの。ホンダのデザイナーさんは耳をかっぽじいて聞いてよ。霊夢がそういう時はろくでもないことが多いからな。言ってみ。K4 で去年一番売れたのは Nボックス。だから Nボックス の顔をナンバーサイズに大きくしてそのままステップワゴンにつけちゃえば大ヒット間違いなしよ。そんな簡単なもんじゃないだろ。けどここまで来たらやってみる価値はあるかもな。社名はステップボックスか？いや、グランド Nボックスよ。この名前がついてるだけで釣られて売れるわよ。そういえば昔、人気者のお兄ちゃんの仮面をつけて売ってた車があったぞ。それも1台限りじゃなく3台続けて10年間も売り続けた車が、しかも最後には悲しい結末が待っていたんだ。3台も続けて？ 10 年間も？悲しい結末？なんて車だったかな？ランジェリー。いやいや、間違いラングラー？ラングラーはジープでしょ。すまんすまん、思い出した日産ラングレーだった。日産ラングレー？知らないわ。これはスカイラインジャパンでしょ？いや、ナンバープレートとグリルの L のイニシャル。それに見てくれ、3ドアハッチバックだろ。これがスカイラインミニ、日産ラングレーだ。よくここまで似てたわね。よし、今回はスカイラインの仮面をかぶったパルサー、後ろはなぜだかファミリアだ日産ラングレーをゆっくり解説していきます。それでは早速行ってみよう。ゆっくりしていってね。自動車メーカー各社は70年代の排気ガス規制をクリアし、80年代に向け販売車種を増やしていく。日産は78年チェリーに代わりエントリークラスにヨーロッパへの輸出を考え、ヨーロピアンテイストの初代パルサーを発売する。パルサーのエンジンは 1.4L、1.2L、チェリーに引き続き駆動方式は FF を採用。初代パルサーって個性的な車ね。1980年当時、日産の販売チャンネル日産プリンス10は乗用車では走りの GT スカイライン、高級車グロリアを販売するが、エントリークラスの小型車がラインナップになく新規顧客獲得の面で苦戦する。スカイラインジャパンに 1.6 リッターの L16S や 1.8 リッターを搭載してなんとかしのいでいたんだよね。そこで、1980年パルサーのマイナーチェンジに合わせてプリンス10でもパルサーベースの小型車の販売が計画される。販売店からの声を参考に、ターゲットをヤング層に絞り、プリンスの人気車種スカイラインのイメージを最大限活かしたハッチバックの開発が計画された。そして、80年に3ドアハッチバックのラングレーが発売される。社名のラングレーは太陽密度の放射エネルギーを示す単位のこと。人気車スカイラインのイメージを最大に活かすのが開発方針とはいえ、そのやり方が徹底していてすごいぞ。キャッチフレーズは3代目スカイラインで流行した愛のスカイラインにちなんで愛のラングレー、スカイラインミニも使われていた。フロントのヘッドライトはスカイラインジャパンのヘッドライトそのものを流用しているんだ。しかも、ラングレーの全幅は 1620mm、グリルは5枚スリットに L のイニシャル、対するジャパンの全幅は 1625mm、グリルは4枚スリットに S のイニシャルと対向車として正面から見たらほぼ同じだった。全幅の差が 5mm ってそこまでしちゃう？さすがは日産プリンス。インテリアもスカイラインのイメージを最大限取り入れ、2本ハンドルもスカイラインのものを流用。スカイラインの特徴だったゼロ水平視振メーターも取り入れる徹底ぶり。エンジンは最初は 1.4LOHV で、途中から 1.5LOHC95 馬力に変更された。価格は約110万円。細かい点では、運転席から後席の三角窓を開閉できるレバーがついていたり、運転席に座りながら助手席をリクライニングすることができる通称スケベレバーもついていた。さすがは日産プリンス、抜かりがない。どうせなら3ドアハッチバックじゃなく4ドアセダンにして、テールランプも丸型4灯にする徹底ぶりで出せばよかったのに。スカイラインの仮面をかぶったパルサー、けど後ろ姿はなぜかファミリア？でお客さんの評判はどうだったの？私ならスカイラインに憧れるけど予算が足りないとしたらラングレーでなく中古のスカイラインを買うわ。私もそうする。だが一部のお客さんの受けは良かった。ヤングを狙って若い3ドアハッチバックだけにしたんだ。丸型4灯は焦るな焦るな。パルサーのモデルチェンジサイクルの都合で初代の販売期間は2年間だけだったが、ここまで徹底した甲斐があったからか、販売台数は2年間で約29万台を販売した。そして82年6月に2代目にバトンタッチする。2代目 M12 ラングレーは82年6月に発売される。2代目もお兄ちゃんパワー全開、キャッチコピーはケントメリーのスカイラインをパクったポールとポーラの新ラングレー。もちろんベースは M12 パルサー、直線を基調とし都会的クールなイメージで発売当初は人気を得る。兄弟車パルサーに加え、リベルタビラも兄弟に加わり、3兄弟に。リベルタビラはイタリア語で、リベルタは自由、ビラは建物を意味する造語。パクったよな。ボディバリエーションは今回も4ドアは設定されず、3ドアと利便性の点から5ドアが増える。薄型革命4灯ヘッドライトは初めて専用設計され、グリルはスカイライン RS の3本スリットをパクリ、シャープでスポーティー感を出す。薄型4灯ヘッドライトと薄型テールランプがクールでボディを一周するオレンジのラインが印象的ね。だけど車自体はスカイラインには似てないわね。
エンジンは当初 1.5 リッターのみで、83年5月 1.5 リッターにターボをつけた E15AT115馬力と 1.7 リッターディーゼルを追加する。しかし、強力なライバルが出現する。ラングレー発売1年後の83年9月、ホンダがワンダーシビックを発売。ワンダーシビックは日本カーオブザイヤーやグッドデザイン賞を受賞したり、84年には DOHC の ZC エンジン135馬力を搭載しバカ売れしたわね。そして84年10月にはトヨタがカローラ FX を発売する。こっちも FF でエンジンは DOHC の 4AGLU130 馬力を搭載し、2台ともグループ A のレースで活躍し、日本のホットハッチブームの中心車だったわね。一方のラングレーはスポーツエンジンもなく走りのイメージは皆無。そんな影響もあり、販売台数は約4年間で約15万台と急落。そして、86年に3代目にバトンタッチする。3代目 N13 ラングレーは86年10月にデビュー。もちろん3代目もお兄ちゃんのふんどしでしっかり相撲を取ってます。キャッチコピーはスカイラインズミニ。今回は待望のフォードアセダン丸型4灯式テールランプを採用。開発テーマはスカイラインのテイストを備えたジャストサイズの高性能 GT セダン。3代にわたり熱心にパクり続けた結果、日本カーオブザイヤー受賞の快挙を達成。 CM キャラクターに鈴木あぐり選手を起用する。若かりし日のあぐり選手、日産ワークス時代ね、本物のモデルみたい。ボディバリエーションはフォードアセダンと3ドアハッチバックの2種類。人気はフォードアセダンのツートンカラーで、顧客もやはりスカイラインのイメージを強く意識していたことが伺える。フロントはセブンススカイラインの面影はないよね。リアのテールランプも丸型4灯だけど、レンズ部がのっぺりへこんでて牛乳瓶の底みたい。この辺が人道的にパクれる限界だったんでしょうね。そういえば FF サニーをベースに高級車ローレル風のフロントグリルをつけ、内装を豪華にしたローレルスピリットってのもあったわよね。これは2代目でなくなったけど、このパクリが技術の日産なのね。そんなのもあったな。いやいや、ローレルもスカイラインも各販売店で 1.5 リッタークラスの小型エントリーカーがなかったから、どうせなら既存の上級車のイメージを使わせてもらっただけで、決して手を抜いて安易に車種を増やしたわけではない。きっと上級車に憧れてはいるが、予算が足りない顧客のニーズを満たすために。はいはい、もういいから。ようやく 1.6 リッターの DOHC エンジン CA16DE120馬力と 1.5 リッター E15E を搭載。ボディ剛性もねじり剛性約 1.5 倍、曲げ剛性約2倍と抜かりはない。87年には生活四駆と呼ばれるビスカスカップリング式 4WD を発売する。そしてモデル末期の1989年、致命的なことが起こる。殺人事件の犯人が乗っていた車が N13 ラングレーだったことで一躍有名となる。車には罪はないのに不名誉なことね。日産も気の毒。そして増えすぎた 1.5 リッタークラスを整理するため、90年4代目パルサーに統合される形で生産終了となる。最初は日産の 1.5 リッタークラスが少なかったんで、ラングレーが誕生したんじゃないの？それは10年前の話。その後、後先を考えずバブルに踊らされ車種を増やしすぎる。バブル終焉を迎え時代は変わり、今回は販売店の整理統合により車種整理が理由だ。90年頃の日産の 1.5 リッタークラスはラングレー、パルサー、リベルタ、ビラサニー、ローレル、スピリット、RG1 と6車種もあったのよね。多すぎだわ。しかも残念ながらこれといったヒット作はなし。3代目の生産台数は約10万台。本人にはこれといって特徴がないのに、お兄ちゃんのふんどしを借りて相撲を取っては見たもののパッとせず、最後には悲惨な結末が待っていた気の毒な車だ。いや、車に罪はないわ。しかし寂しいわね。絶大な人気を誇り、伝説にまでなったお兄ちゃんのスカイラインの今の立ち位置が、日産のセダンの最後の砦として頑張ってくれてるぞ。フェアレディ Z が受注停止でどうなるかわからない今、 AT じゃなく MT を出して405馬力で即納できたら、スカイライン多分最後の FR スポーツとして今よりは売れると思うけどな。有名中古車情報サイトでラングレーの中古車を検索したところ、1台ヒット2代目の赤いターボで約150万円でした。3代目は0台でした。ということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。このチャンネルが面白いと思われた方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではでは。